どうも、こなまるです。きーたろです。こなまる TMI なんですけど、以前ちょっと BMSG フェスかジャスとかちょっとどちらか忘れたけど、 TMI としてなんか金木犀の香りのするお茶が美味しいみたいな言ってたんよ、うん、でコメントでそれはこれですねってなんかもう教えてくださる方いて、もう実際にあったお茶だったらしくて、それでなんかスーパー行って見たらあって、あ、そうなん、なんかウーロン茶と一緒になってるやつ、はい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 、まあ、実際に飲んだやつなんだけど多分、うん、あってさ、そうティーバッグのやつで、そうですごいさ、金木犀ブームがそっから来てさ、またうん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 今見事に金木犀の香りを集めたいと思って今香水探してて、うん、なんかいいのないかなっていうそうだね、なんか共通の友達との LINE でも盛り上がったよね。そうそう、金木犀の芳香剤がこれすごい金木犀だよって教えてくれて、うん、見たことあったやつで、でもなんかサンプルとかなかったからわからなくて、うん、え、いいなら買うみたいな、うん、そう俺も買おうと思ったもんでもさ、なんか最近流行ってるから香水も結構いろんな種類あるんよ。うん、うん、そうだね、聞く聞く、うん、でしかもでもなんかさ、なぜか今期間限定みたいなことが多いじゃん、香水だとしても。うん、確かにね。そうだから今のうち買わなきゃみたいな変な焦りもあってさ。そうね、秋の間にそうそうそう、私なんかまとってるのも今の方がいいんじゃないかってなるからさ、今まといたいわけ。確かになんか真夏とかさ冬とかちょっと違うもんね。そう、うん、でまあ気に入ったらつけるかもしれんけど、そこは許してほしいんだけど、うん、でもなんか今じゃんってなるからさ、今、あ、待って、今でしょってなるからさ林先生でも元ネタがもうちょっと林先生がちょっともうあまり弱す、ちょっと覚えてない。いや、覚えてない。覚えてなくて言ったの。そうだからね、教えてほしいっていう。あとはさ、いろんなグッズあるからさ、金木犀の香水以外にも。ああ、例えば？え？ハンドクリームとかさ。ああ、そっかそっか、そういう系もあるんか。そう。なんか入浴剤とか、いや、ボディーソープとか、いろいろあるわけ、絶対。うん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 。いや、なんか、全部教えてほしいよね。なんだら。やばい。え、全部それにしたらもう金木犀になっちゃうんじゃない？そうだ、おうち金木犀にしようとしてるんよ、多分。そうだね。うん。じゃあ今日はね、追っかけ雑草シャープ18-2-7について話していきます。前回まではお手紙をボーイズが読むシーンで、ジュノンまで来てるね。うん。いや、やっぱジュノンもさ、なんかいいこと言うし、リュウちゃんは泣いてるしで、またここもすごい、すごかったよね。いや、もうほんと。てか、なんなら2人しか進まんかったもんね。いいんですか、それでみんな。いや、ほんとに、でもほんとなんか2人ともストーリーがあって、なんかここで変わったみたいな感じがあって、すごいほんと。なんか改めて聞いて、なんかグッとくるエピソードも多かったよね。そうだね。いや、もはやね。そんな人生でこんないいことあるかっていう話よ、ほんとに。いや、なかなかないよ。てか、ないよ。そう。ね。僕がここで、やっとここでなんか生きられるみたいな、楽しくできるみたいな、自分の好きなことができるみたいな、そんなことなかなかないから、本当よかったねっていう、なんかもう、保護、みんな保護。いや本当なんかね、これ以外の世界線考えられないけど、もう運命だからさ、だから本当ここでよかったねっていう気持ちがね。でね、次がレオくんだね。でレオくんは日高さんの人柄に惚れてオーディションを受けたいと思いました。そして日高さんに出会えて、人としてもアーティストとしても大きく成長ができました。人としてもアーティストとしても理想の自分になれるよう努力して、上村レオというブランドを輝かせます。日高さんに出会えて本当に幸せです。この先も夢の先を一緒に見たいです。本当にたくさんの愛と夢をありがとうございます。よくよく考えればさ、レオくんってなんかオーディションの最初の方で一緒になんか MV だっけ、一緒にやってたみたいな。あー、あったね。あったよね。だから人となりみたいなところは結構よりなんだろう、身近に感じてたのかもしれないね。あ、こういう人なんだみたいな。確かに確かにね、社長のなんかその人間性の部分。だからあの時ああやってレオくんがその MV に、一緒に MV 撮影に参加してっていうのがあるからこそオーディションを受けたいってなったってことだから、なんか全部繋がってたんかなみたいな。あー、そっか。しかもあの時のレオくん結構幼いっていうか、まだね、割とちっちゃめだったよね。ちっちゃめ、ちっちゃめってか年齢的にもね。あ、子犬って意味ではなくて。あ、そっちかな。そっか。だから事前に知ってたからこそのここ今ザストだから、そっか、繋がってるね。ねー、
え、でもさ、ちっちゃいって言って子犬としてもさ、もともと大型犬の犬ってさ、ちっちゃいとしても結構大きかったりするもんね。まだまだ話。まあそうだね。大型犬としての子犬ってか子供だからね。そうそうそう。だからゴールデンレトリバーのちっちゃい頃ってすごい可愛いけど、意外と見たら大きかったりするもんね、きっとね。うん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 。そうだね。ゾウの子供だってでかいもんね。いや、例えよ。まあそれであと、日高さんに出会えて人としてもアーティストとしても理想の自分になれるよう努力してってあるけど、でも確かに BE:FIRST になってからなんかそういう努力みたいなところってさ、まあ例えば MC 一つとってもなんかそれに向けてちゃんとなんかいろんなニュースを見てなんかどういうこういうことがあるからこういう風になるんだとかいろんなことを知って MC とかなんか活動に生かそうってしてるじゃん、レオくんって。うん、なんかそういう努力みたいなのは確かにしてるし、なんかさすがだよね。そういう真面目さがレオくんのマジで良さだよね。いや本当に。いやだってさ、人ってさ、努力しますって言って行動しない人の方が多いんだから。そうだね。やりますって言ってやらないんだから大体。いやそうだね。でもさ、そこがちゃんとできてるのが本当に素晴らしい。だからそれそういうなんかこれさ、なんかレオというブランドを輝かせますって言ってるけど、なんかこういうなんか自分でどんどんこういう努力でさ、レオくんの良さみたいなブランド、レオブランドみたいなのをさ、BE:FIRSTとかどんどん確立させていくんだろうね。もう今も確立されてんのに、これから、もっと努力しそうじゃん、なんなら。そうだね。まだなんか途中段階っていうかさ、まあなんかなんて言うんだろう、まあ限界ないっていうか、まあずっとね、多分向上し続けるとは思うけど、本当確かにレオくん唯一無二っていうか、それ MC 一つとってもだし、レオくんは自分の、まあ、自分なりの言葉でいつも伝えてくれるから。まあみんなそうだけど。なんかレオくんらしい感じだもんね。そうそうそう。でもさ、こんな努力してさ、なんか多分人としてもすごい、もともといいのに、さらに努力していろんなことして、また成長してってなったらもうさ、いよいよ仙人みたいな感じになるじゃない。かもしれん。もうなんか、何聞いても悟りみたいな。すごい人になりそうだけど。ねえ、いや、わかるわ。ねえ。で、この先も夢の先を一緒に見たいですって。なんかさ、本当に、まあもちろんね、もうオーディションに参加してるからデビューしたいっていうのはもちろんだし、ね、オーディションに合格したいって気持ちはさ、まあもちろん第一にはあるとは思うけど、なんか夢の先を一緒に見たいって、デビューとかよりももうやっぱ一緒にずっと社長と一緒にいたいっていう気持ちが出てる感じするよね、この言葉で。確かに。本当だね。なんか、そう、なんかその本当人として社長を尊敬ってか惚れてるから、もうなんか、社長が描くものだったら一緒に見ていきたいみたいな。まあデビューはもちろんだけど、そういうこと関係なしにしても見ていきたいみたいな気持ちはあるんじゃないかなって思うよね、なんか。ああ、すごいね。もう社長実際見たらやばいんかね。もうなんか眩しくて見えんかもしれんね、社長すごすぎて。社長も発光してるかもしれん。へえ、そんなことをさ、なんか、なんだろう、変なジェネレーションギャップ感じさせず。ね、なんか純粋にこう尊敬されてるみたいなのがマジすごくない？変ななんか大人になったらさ、わあ、あの人、ちょっと年齢感じるなとかなったりしそうだけど、そんなことないしね。そうだね。いつだって対等にね、同じ目線でね。立ってくれるしね。そうそうそう。いい大人だな。だからもうだから何回も言うけどさ、いい社長見てるともう社長みたいになりたいってなるね。いや、わかる。なんかちょっと、ほんと、いろいろ学びたい部分とか、学ばせてもらう部分がいっぱいあるよね。あと、レオくんがさ、やっぱり、読んでるとき、涙でさ、ね。で、みんな共通しているんだけど、やっぱり、最後の方とか、特に社長に向けて、顔をちゃんと向けて、ありがとうございますとかいう感じが、すごいなんか、ジーンってくるんよね。ああ、そうだね。てか、改めて顔見たらやばいな。ね。確かに、この顔ちょっとやばいな。いつもなんか元気なさ、笑顔のレオくんが、この顔されるとちょっとやばいね。ね。で、次、マナトで、この合宿でアーティストとして、そして、一人の人間として、少しでも成長できたのは、日高さんのおかげです。日高さんに出会えたことが何よりも人生の宝物です。これからもよろしくお願いします。と言える立場になれるように頑張ります。シンプルだけど、なんかめっちゃいいね。大丈夫だよ。よろしくお願いしますって、これからも言えるよって思ったけど。そうだよね。うん、いや、もうなんなら今絶大な信頼を置かれてるからね、マナトにね。本当に。てか、マナトマジでさ、この時のさ、なんか、初々しさみたいな、何回見ても、なんか、戸惑うというか、もう今、色気すごいじゃん、本当に。いや、そうだね。なんかもう、大人の魅力がね。
そう、ビーファーストしてちょっとさ、表現力のエグさみたいなのが、すごいのをいっぱい見てきてるから、うん、からのこのちょっと前髪重めのさ、パッツン気味のさ、黒髪のさ、ニコニコのさ、うん、マナと、好きってなるね。そう。なんかしかもさ、髪縛ってて、なんか横の髪耳にかけてて、なんか、いいよね。なんか、うん、いいのよ。なんか。いいしか言ってね。そう。いや、いいの。なんかね、これちょっと伸びちゃったから、くくって、ちょっと耳かけて、みたいな。うん、ちょっと、うんうん、なんか、なんか作業するとき、違う髪型にする、みたいな。よいしょって、何？え？よいしょって言って、ラーメン食べる、よいしょって、って縛る OL とかじゃなくて。あ、そうそうそう。OL は知らんけど。そう、なんかニュアンスそういう感じ。ちょっと、いつもと違うことしちゃう、みたいな。よいしょって。女性がラーメン食べるときみたいな。私女性じゃないんかみたいな。そうそうそう。いや、そう。ニュアンス的にはそんな感じ。うんうん。うん。ね。だからこの合宿の間に髪の毛も伸びて。うんうん。あとは最後の、これからもよろしくお願いします。と言える立場になれるようにのさ、ところで、みんなが笑う感じ。マナトもめちゃくちゃ笑顔だし、うん、みんなも、ははー、みたいな。今の母何えへー、みたいな。なんかね、いい雰囲気。なんかマナトってきっとさ、そういうセンスでちょっと笑い取ってくるタイプじゃん。ああ、なるほど。わかるわかる。なんか、言う言葉が面白いから、ついマナトが発言することに耳を傾けちゃうみたいな。っていうタイプだろうから、なんかもうちょっとずつ出てきてるよね、こういうのでね。確かに、社長も笑ってたしね。うん。ああ、でもそういう人好き。ねえ、そう。みんな好きだよね、そういう人。うん。なんか勢いで持ってくタイプじゃなくて、わかる。なんか面白い行動とかするもの、うん、それももちろん面白い人もいるけど、なんか大げさに、なんか身振り手振りやるんじゃなくて、うん、さらっと発言で笑い取っちゃう人。うんうんうん。好き。センスのやつだもんね、だってね。そう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 。だからそれマナトなんよ。うん、わかった。何がわかった。で、次がランくんで、かつて本当に自分が夢としか思っていなかった、ステージでのパフォーマンス、ダンス&ボーカルっていうこの素晴らしいものを古い絵ランとしてパフォーマンスできたことが僕にとって本当に嬉しかったし、そのチャンスをいただけたことに本当に感謝しています。こんなに自分のことを考えてくれる人がいたということ、そしてその僕のことを考えてくれた日高さんのことがバリ大好きで、これからも古い絵ランっていう存在をこの世の中で証明し続けることを絶対に忘れずに頑張っていきます。バリ好き。バリは熊本でもバリって使うの？いや、わかんない。でも、ランくんが使うからそうなんじゃない？やっぱそうだよね。うん。そう、九州地方にさ、こう、私あまりこう、知り合いいなくて。うんうんうん。九州出身の方があまりいなくて。なんか、情報結構なくてさ、知りたいんよね。そういうの。面白いじゃん。ああ、確かに確かに面白いね。こういう、ふとした発言の中から、ね。うん、うん。見えるっていうか。ね。あとは、ランくんはやっぱり、夢としか思っていなかった。ステージでのパフォーマンス。まあでも別にステージっていうだけだったら、そのダンスとしては多分出てたと思うけど、やっぱダンス&ボーカルでステージって、まあ、ダンス&ボーカルで、しかもこういう大きなオーディションでっていうのが、まあ、本当に嬉しかったってことだよね。そうだね。やっぱ特殊だもんね、割と。うん。だって歌って踊ってってさ、やっぱそれ目指す人しかやらないものじゃない？なんか。ああ、そうだね。確かに。ね。なんか今改めてちょっと考えてるけど。確かに、ダンスだけだったら、なんか、だけだったって言い方おかしいけど、なんかダンスのやっぱ習い事も多いしさ。うん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 。ね、やってる、なんか披露、パフォーマンス披露とか、結構見るもんね、そういうイベントとか。うんうん。いや、そうそう、ほんとほんと、ダンス、ダンサーももちろんそうだし、ダンスを何かでやるっていうことはやっぱ世の中に多いからね。うん、うん、うんうん。でも確かにダンス&ボーカルそうだね。うん。歌も歌だけでさ、まあもしカラオケとかさ、うん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 、まあそのシンガーとしての人とかももちろんたくさんいると思うけど、そうやっぱ歌って踊ってってやっぱ特殊だよね。うん。でもうちらそれが大好きだからさ。いやそうな、もう大好物。大好物なやつだけど、確かに言われてみたらなんか貴重というか、うん、目指してくれる人もまあ多いと思うけど、うん、でもここまで大きいステージとかオーディションでできるかというとまた別だしね。いやそうそうそう、いやほんと特殊ってかね、こんなのはなかなかないよね。うん。あとやっぱりそのチャンスいただけたことって言ってるし、あとは好きだったのがこんなに自分のことを考えてくれる人がいたということっていうところとかはさ、なんか初めて多分そういう人に出会った喜びみたいな、うん、なんかいいね。そういう、だから何回もさ、このさ、日高さんの影響力すごすぎて、社長の影響力すごすぎて、みんな本当に自分のことをこうやって理解してくれてとかさ、
今、うん、ランクみたいに考えてくれてとかあるけど、日高さんの影響力、え、日高さん何人のいやでもそうだよね、対10人なり、まあ、15人なり、まあ、全員だよね、うん、きっとね、今までね、うんうん、オーディションに来た人みんな一人一人に向き合ってくれるもんね。ね、向き合うってだってめっちゃ疲れるからねなんならそうだよ、しかも抱え込む、しかも社長繊細だからさ、抱え込んじゃったり、うん、自分のことのように悩んでくれたりもするじゃん、きっと。うん、うん、すごいエネルギーいるよね。いるいる。何、なんかさ、決められたさ勤務内でさ1時間なんかこう話し合ってなんか鼓舞するみたいなだけでも、うん、ああ今日頑張った、すごいいいの食べようみたいななるのになるのにご褒美ご飯だったそうだねえ、日高さん10人いるなんかこのボーイズ今何人残ってんだ。10やっぱ10人いるよね、1人、うん、え、そうだよね、1人1人だもんね1人1日高1人1日高だからさ、うん、え、無理くない、1人で全部やってんの、すごいね。無理無理、尊敬マジで。ねえ、だってみんながみんなこんなにさ涙ながらに感謝を伝えるなんて、やっぱ本当に向き合ってくれてるって実感がなきゃ絶対話せないから、うんうん、いやなんかさ、いや俺よりあの子の方が絶対好きだなとかさ、なんか思ってたら多分無理だと思うよなんか俺のことそんな見てくれないなみたいなそう、うん、でもさ人とさこうやって生きてきて人と接しててそういう場面ってあるじゃん。いやてかそっちの方が全然あると思う、なんなら。え、そうだよね。うん、あの、うん、あそこすごい仲いいなみたいなとことか、うん、うん、なんかよくあるよね。あるある、なんか、ああ、向こうの方がすげえ気にかけてんじゃん、みたいな。架空だ、架空だよ、架空の大人の話です。架空の木太郎さんの大人の話。そう、架空の木太郎さんの話、その話。いや、よくあるじゃん、そういうの。旗から見ててもね。うん、うん、うん。なんか、まあ、自分に対してとかじゃなくても、あの人の方が、なんか気にかけられてるなとかさ。うんうん。うんうん。あったりするし、まあそれがさ、まあ普通って言ってもあれだけど、うんうん。うん、まあ生きてたらさ、そういうこともあるじゃんね、結構。うんうん。うん。でも社長はほんとちゃんと全員に同じ分だけ向き合ってるからこその、ボーイズのこの手紙だし。うん。うん、すごいね。どうやったらなれんの、なんか、日高指南書みたいな。考えた。考え、俺らが。それは社長が多分本出しとるに。うん。いやーすごいな、なんかやっぱすごいね本当に。うん、いやーすごい、なんか改めてなんかボーイズのこの言葉からも改めてね感じる部分多いよね、うん、ね。で次レイちゃんね、僕はこのオーディションで音楽とより一層仲良くなりました。それは日高さんが仲を良くさせてくれる環境を作ってくれて支えてくれたからでした。オーディションメンバーに出会わせてくれたこと、ステージを与えてくれたことは一生の宝物です。僕は日高さんの優しさに包まれながら夢に少しでも一歩ずつ近づいていくことができました。そして日高さんのような国宝、かっこわら、に、才能を認められたことは誇らしく思います。かけがえのない人生経験です。ザ・ファーストもアーティストのスカイハイさんも最高です。本当にありがとうございました。社長もありがとうって。国宝で社長ゴロンってなったね。うん。まあでも、ほぼ国宝だよね。うん、あ、てかさ余談だけど、あのさビリでさ、うん、国宝級イケメンランキングあるじゃん。うんうん。でなんか社長アダルト部門かなんかでさランクインしてたじゃん。うんうん。なんかさ社長のコメントでさこっから来たみたいな話なかった？レイちゃんがどうこう言ってた気がするみんな。そう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 。なんかその時はさあのビビのさ動画もちろん出したけど、当時さ何のことかわからなくて、いやここだね。うんうん。これか。これだ。でもさ、レイちゃんは顔のこと言ってたんかな、多分もう人としてだと思うけど多分ベスティさんとかザストミンさんは多分ここを国宝をイケメンに変換したね、きっとねそうそう、国宝といえばやっぱ日高さんだよねみたいなイケメンランキング、国宝には変わりないもんね。別にイケメンの国宝だろうが人間の人柄だろうが国宝っていう言葉は一緒だしねそう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 。まあ社長顔もいいしね。うん、本当国宝だな、そうなったらやっぱりいやすごいね、うん、でもレイちゃんの言葉いいね。結構なんか環境を作ってくれて支えてくれたからでしたとか、うん、うん、なんかさよく環境を作れとか言われるんよ、心理学とか見てると、うん、自分そう作ってあげてんだね社長は、やっぱり。うん、そうだね。あとさ、レイちゃんがステージを与えてくれた言葉っていうやつで、うん、すごい、このオーディション内でもレイちゃんはさ、ワモテーでさ、なんか伝説作ってんじゃん。うんうん。でもステージがなかったらそのレイちゃん見れんかったわけだから、やっぱ一生の宝物ですっていうか、うちらも一生の宝物ですって感じだよね。なんていうの？いやー、そうだね。
あの来る、あのワンモデーで、来る来る来るをさ、見れたのが、やっぱ、ザストの、やっぱめっちゃでかいハイライトでもあるじゃん。わかる。そうだね。あそこをマジで、ほんと、鮮明に思い出すもん。ね。そうそう。本当にね、ね、うん、思い出せるよね、すぐ。いや、そう、でかかった、でかかった、ザストの中で。うん。なんか、ああいうすごい素晴らしいステージを見れるっていうのは、やっぱ、レイちゃんがここに立ってないとだから。うちらも一緒の宝物して、お手紙書かんやけんよ、そろそろ、社長に。そうだね。いや、そしたらエピソードめっちゃいっぱいになるよ。どうするてか、動画が全部です、みたいな。そう。りゅうちゃんのあそこの燃え袖が、みたいな。いや、社長、気づかんか。わからんよね、社長とのことか。多すぎて探すも大変だしね。いやでもそうだね。音楽と仲良くする環境を作ってくれたっていう。ね。いやそれもいいよね。なんか社長ってさ、音楽と仲良くなれとかってさ、まあ、すんねんにずっと言ってたじゃん。だけどさ、もう仲良くするとは言うけど、言いっぱなしでさ、なんか、あとは自分たちでやるよみたいな大人もいるじゃん。また大人の話。ね、架空の大人それ。架空架空。なんかさ、課題だけ言う、課題だけ言っといて、あとはもうじゃあ、自分たちで考えてやりな、みたいな。そういう人も多いんだから、社長はちゃんと環境もね、提供するそういうね、場面をちゃんと、どうしたらいいってヒントをちゃんと与えてくれて、まあ、手助けばっかりするわけではない社長ももちろんね。だけどやっぱちゃんとそういうね、場を与えてくれるとか、環境を作ってくれるって、ほんと、なんかすごい存在だよね。確かに架空の大人の話聞いて、でも確かに本当多いよね。そういうことね。どうやってみたいな。そうそうそう。言うだけ言って、あとは自分たちで考えてみたいな。誰？ねえねえ、言い方もさ、すごい冷たいね、その大人。その架空の大人。そう、冷たいでしょ？確かに。ねえ、みんなそういうのね、最初困るもんね。ね、架空の大人に対する話だよ、これ。困る、困る。そう。特に初めてのことであればあるほど、環境を作ってあげないと分かんないじゃん。何回もやってる人だったら、そりゃ、なんかやってって言ったらやってほしいみたいなとこあるかもしんないけど。ね。やっぱ若いし、みんな若いし、そう、人生経験がやっぱすごい多いわけじゃない中、こうやってっていう中で。まあ考えられてできる人ももちろんいると思うけど、まあ基本はやっぱ環境があってこそ、よりやりやすくなるしね。そうだね。しかもやっぱ特殊だしね。なんか、まあ初めてやることも多いしね。この合宿内で。そうだね。そもそもダンス&ボーカルをやる人自体がそんないないっていうことに今やっと気づいたもんね、うちらね。いや、そうそうそう。特殊のね、ただでさえ特殊でさ、あまり周りにいない中、集められて何かをやるってことだから。やっぱ社長ね、経験者の社長とか、プロの社長が、まあ、いろいろ話してくれたり、相談乗ってくれることがやっぱ大きいよね。確かに。そっか。じゃあ、プルみたいに、じゃあちょっとグループでやって、リーダー決めて、で、なんとなく課題曲渡されて、で、披露したら、なんでできないんだみたいなこと言われたりするじゃん。韓国フルとかで。怖い。なんか、そうだよね。こう、こういう風にやるといいよとか、なんかない中いきなり発表して怒られるもんね。そうなん。もうちょっと寄り添ってよ、みたいな。いや、知らんよ。手伝いとかあるかもしれんけどね。いや、知らんけど。で、以上でね、今回は、お手紙、結構進んだんじゃない？レオマナとラン・レイちゃん。わあ、すごい。進歩しましたね。そうだね。いや、さじ加減なんよ、うちらの。しかもさ、その名言もやっぱ飛び出すというか、なんだろう、でも、なんだ、みんなやっぱボーイズ、これ何回も言ってる気がするけど、一貫しているのはやっぱ社長がすごいから、もう、なんかナチュラルに溢れ出る言葉みたいな、そういう感じだよね。いや、そうそう、本当に、なんか作られた言葉っていうよりか、本当純粋に出てる、湧き出てるなっていうのがすごいわかるよね。そう、なんか絞り出して、え？俺ないんだけどみたいな人とかいなそうだもんね。いやいや、誰？架空のボーイズ？いや、ないな。架空のボーイズ。架空のボーイズ。そんなのは受かってないのよ。そんな人は。すごいね。いいね。なんか本当に自分の言葉で、そして、まあ、BMSG、みんな言葉持ってるもんね。本当に。いや、本当に自分の言葉ね。すごいすごい。いや、すごい。てか、日本人ってさ、自分の言葉で話せないみたいなもんじゃん。人が多いじゃん。結構シャイな人が多いって言うよね。そう。やっぱ前に出る、そう、訓練も別にされないし。なんかあんまりこう、得意ではないじゃん。得意な人ももちろんいるけど、大多数が結構、みたいな。空気読んで、今かどうかわかんないみたいな感じで、なんか空気の読み合いの連鎖みたいなすごいじゃん。で、それであんま前に出ないみたいなの多いと思うんだけど、でもこうやって言葉をこう何回も練習すればするほど、
なんか研ぎ澄まされていくみたいなのが、なんか普通の学校生活じゃなかなか難しいと思うから、うん、こんな、で、みんな若いうちからこうやってて、なんかどんどんすごい大人になってきそうだね、これからね。いやー、確かに。今の段階でこれだもんね。そう。でも前でこう発表するのってもちょっとやっぱまだやだよね。 YouTube やってるくせにね。いやそう、これ未だに今でこそなくなったけど、ちょっと前までまだ緊張しとったからね、収録前。小名村さんにびっくりさせたよね。え、まだ言ってんのとか言って。そうまだ緊張してんのみたいな。あー、おもろ。まあだからさ、次の追っかけザストが楽しみだよね。そうだね。